はい、シンです。本日は久々に渋谷の街深夜シリーズをやってみようと思います。4連休中の、中日後半、土曜日の夜という感じなんですが、現在時刻夜の24時41分を回ったところ、ギリギリまだ終電が何本か残ってる時間帯だとは思うんですが、この渋谷もう終電には乗るつもりのない人たちがたくさんいると思います。なんかクラブとかも空いてるんですかね。すごい人がいっぱいいますね、飲食店とかにも。現在もね、変わらずコロナ禍ではあるんですが、チラチラ見てるとね、ちょっと渋谷タフ県ナンバーも多いですね。さすが4連休って感じです。さあ見えますか、ドンキホーテの前とかもね、若者がたくさんいますよね。もうお分かりなんじゃないでしょうか。もうね、自粛だなんだみたいなね、そんな雰囲気は全くありません。いや、イグニッションコイルを交換してから車がね、めちゃめちゃ調子よくなりました。やっぱり点火のね、安定性がなかったのか、ちょっと引っ張り気味になっちゃったりとかいろいろあったんですけど、めちゃめちゃ快適です。現在なぜ渋谷を通ってるかというと、ちょうどね、車を修理してその帰り道、途中で渋谷も通るんで、深夜シリーズ久しぶりにね、リクエストもちょこちょこもらってるんで撮ろうと思って今通ってる最中なんですが、どうですか皆さん、現在時刻12時44分。さあ駅の方に向かうにつれて、外国人の方や若者がめちゃめちゃいっぱいいます。ちょうど今道玄坂下の、スクランブル交差点なんですが、現在時刻12時45分。これから渋谷で遊ぼうとしているような感じの人たちたくさんいらっしゃいます。さあ本当にコロナ禍なんでしょうかね、そんな雰囲気も漂います。街がだんだんね、普段の元気を取り戻してる感じなんですかね。いつもいつも渋谷にいるわけじゃないんで、渋谷がどういう状況なのかってのはわからないんですが、たまたま先週の土曜日も夜中渋谷を取り掛かるタイミングがありまして、でその時はいなかったんですけども、さすがに4連休今日はね、たくさん人がいますね。それでもね、一時期のコロナ前の渋谷よりかは人が少ない気はするんですが、この街渋谷を象徴する場所といえば、やはり渋谷センター街だと思います。でちょっとね、センター街の中通ってみましょう。以前ね、動画を作っていた時は結構割と、こんな状態多かったんですが、さあ入ってみます。さあ見てわかりますか、現在時刻12時48分の渋谷センター街です。ドン、こういう状態です。まだね、仕事をしてる感じの人もね、たくさんいますね。道端に立ってお客さんのキャッチでしょうか。あとはやさぐれてる感じの若者とかもね、渋谷っぽいですよね。見えますかね、前2名、ギャルっぽい感じの。さあ渋谷センター街の姿です。もう分かりますかね、現在時刻12時49分、あと10分で、夜中の1時という状態です。もちろんね、これ普段の姿なんですけども、若者がたくさんいるのが見てわかるでしょうか。ちょっとやんちゃそうな子たちもね、いたりとかしますが、おギターを持ってなんかやってる人たちがいますね。外国人の方もたくさんいます。さあ見てください、渋谷のセンター街の様子です。さあみんなお酒を飲んでる感じの様子ですね。
さあゆっくり通ってみましょう。ちょっと外の声聞こえるかな。はい、YouTube? 同じ、いや、生配信ですね。あ、ほんと生配信してるんだ。 YouTube? YouTube。 ああ、ナイス。チャンネルゲートよろしくお願いします。車系のチャンネルをやってるんですけど。車ほんTomorrow, yeah, tomorrow. 大黒 PA に。あ、大黒行くんだ、明日。Yeah. うん、多分明日、たくさん来てると思います。本当？うん。OK。スーパーカーと GTR と、日本の市、うん。あ、九州が来てます。面白そう。うん。楽しんで。うん。ありがとうございます。そっちも生配信。You can just run him over. No problem. そっちも生配信？はい。峠もあったんですか？違います。あ、僕はドリフトしてないの？ドリフトはしてない。で、友達はいるけど、ドリフトしてる友達は。うん。でも俺は古いセルシオに BBS を履いて。ああ、そうなんだ。BBS。レグノを履いて、のんびり、東京で。じゃあもう行きます。はい。じゃあ、またね、ありがとう。はい、ありがとう。そう。YouTube でチャンネルゲートよろしくお願いします。あ、どうぞ、うん、シャウトアウトしますので。本当、うん、名前、YouTube チャンネルの名前は何？そう、チャンネルゲートと言います。ゲート、チャンネルゲート。すいません、警察です。警察、ありがとう。シェーバーイ、シェーバー。さあ、そんな感じでね、外人さんで生配信をしている人たち、車が好きな人たちに話しかけられました。まあ、チャンネルゲートのことはね、知らなかったんですけど宣伝しておきました。シャウトしておきました。さあ、渋谷のセンター街こんな感じですよ。もうお祭り騒ぎに見えないですか、こういう風になるとね。もうみんなね、お酒の匂いをね、プンプン漂わして、いらっしゃいました。さあ、この交差点もね、カラオケボックスだったり飲み屋のキャッチの男の子がいっぱいいます。さあ、ナンパをしに来た男性みたいなね、あんまり東京の人じゃないのかなみたいな感じの、ファッションの人とかもね、いらっしゃいます。さあ、皆さん、ちょっとわちゃわちゃしちゃいましたが、渋谷のセンター街はこんな感じです。まあ、渋谷といえばセンター街ね、象徴的な場所だと思うんですが、おおおおお、こうやってね、どんどん J-Walk してきますよ、若い人たちがね。全然こういうのね、気にしちゃいけません。東京ではよくあることなんでね、危ないってね、思ってもね、怒らずにね、そのままこうやって、車見てないですからね、今の女の子とかも、こうやってね、通してあげた方がいいんです。歩行者が偉いとか優先だからとかではなくて、普通にね、こんな感じで車の方もね、こういう渋谷という環境を理解した上で、スルーしてあげると、華麗なるスルーをしてあげると、それが大事なんです。もう道をね、走っていて、要はその通過してる最中に、まあ、機嫌悪くなったりね、怒っても仕方ないんでね、ほらこうやって、まあ、例えば歩行者がいなければ今とかもすぐすんなりパーッと行けるわけじゃないですか。でもね、こういうものだと思ってね、皆さんね、渋谷に限らず、例えば新宿だったりとか、そういう繁華街を通るときは、まあね、気持ちよく通ってくださいね。最近はね、東京も GoTo キャンペーン、対象になりまして、今日もね、高速道路乗ったんですけど、他府県ナンバー東京の方に来てますし、東京から外に出てる方たちもね、ちらほらいるんじゃないでしょうか。まあ、先ほどセンター街を見てもらった通り、こんな感じのね、渋谷の様子なんですが、実際に一番ね、コロナ禍の影響を受けているであろうバーだったりとか、ナイトクラブだったりとか、その辺がどうなってるのか、最後に軽くチェックして、そのままエスケープしてみようと思います。松濤郵便局前信号を左折し、丸山町の方へ入ってみようと思います。やってる店、やってない店、まばらですね。でもバーは開いてますね。バーは開いてるけれども、クラブは営業してないのかな。エイジアはやってるっぽいですね。でもまあ、コロナの影響なんでしょうか、
人がすごく少ないですね。看板にもコロナウイルス感染拡大防止のためこのような対策を講じてますと、そのような看板もたくさん出ています。あ、これ左側も人がいっぱいいるから映したいんですが、こっちのねクラブ街の方にたくさん人が流れてきてますね。あ、なんかいつも通りの光景になってますね。タクシーが止まって車が詰まる、そして歩行者もたくさんいる。コロナじゃなかったらねもっとたくさんいるんですけどもね、一時期よりかはだいぶ元気を取り戻しているようにも見えなくはないです。さあ見えますか、道端に座ってなんか食べてる人もいたり、お酒を飲んでる人もいたり、ハーレムもアトムも空いてるっぽいですね。まあここがね、まあクラブ業界ですよ。渋谷の中心的なエリアです。たくさん遊びに来てますね皆さん、バッチリおめかしして。時代はどんどん入れ替わり、人もね時代ごとに入れ替わると思います。ですが街自体のね、まあ、遊び場が変わらない限り、この街の光景っていうのはね変わっていかないんだなっていうのをねつくづく実感します。さあ道玄坂左行ってね、また駅の方行っても仕方ないんで、このまま帰りやすい方向へ右へエスケープしてみようと思います。さあ久々の深夜シリーズ、皆さんどうだったでしょうか。渋谷の様子はこんな感じでした。また機会があれば社会の生の姿収録してみようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。